サロメチャンネル。はい、こんにちは、サロメチャンネルのサロメです。今年もですね、残すところあと1日となりました。大晦日はね、毎年恒例、ということでですね、1年間の集大成ということで、ラーメンランキングということでね、やらせてもらってます。これまあ栃木県内限定になってしまうんですけどもね、ちょっと食べ歩いた中でのベスト5ということで上げさせていただきます。はい、それではね、早速なんですけどね、第5位はこちらです。こちらのお店はね、もう宇都宮市民なら誰でも知ってる、まあ、老舗なんですけどね、市役所の近くにねありますどれ屋さんのねラーメンなんですね。でこの日行ったラーメン、限定ラーメンの日ということでですね、通常こう出してない、ラーメンルージュというラーメンなんですね。このメインの出汁にね、萩の金太郎って、魚をね、まあ、使って、出汁を取ったようなんですけどね、本当にね、このスープがね絶品なんですね。本当にこう程よいね香ばしさ、甘み、深み、もうどれを取ってもですね、まあ他の店では味わえないようなですね、本当にインパクトのある香りなんで、素晴らしいスープでした。麺はね、いつも通りの通常のオーソドックスな細麺なんですけどね、あとね、チャーシューもちょっとこちらのハムっぽいね、ちょっとさっぱりめの味付けがまた私好きなんですよね。あとネギもね、ナスの白美人ネギっていうのを使ってるそうなんですね。こちらのネギも甘くてね、ほんと美味しいんですよね。ラーメンドリアさん5位に、させていただきました。はい、どんどん行かせていただきます。サロメラーメンランキング第4位はこちらになります。2代目村岡屋なんですね。こちらは宇都宮市の清原工業団地の方にね、村岡屋本店の2号店ということでねオープンしたんですけどね、こちらの濃厚中華、これがねまた絶品でしたね。スープはね、こう豚骨をね、もう豚骨のうまみをギャッとこう凝縮してね、でも炊き上げたようなね、本当に、超濃厚なね、インパクトのあるスープに仕上がってます。またね、麺がね、もっちもちのツルツルでね、美味しいんですよね。もう食べ終わる最後の1本までもう麺のコシをね、キープしてるような、本当に素晴らしい、インパクトのある麺です。その他も麺とかチャーシューもね、なかなか他ではとは違うようなね、味になってまして、本当にインパクトのある一杯でしたね。はい、続きまして第3位の発表です。3位はこちらです。麺屋ほのかさん下平井出店ですね。こちらの和だし醤油ラーメン、実はですね、こちらの和だし醤油ラーメンは今年2014年のですね一発目のラーメンなんですね。なんで、1月7日かな7日に食べたんですけど、もう1月からですね、もう今の丸1年、ほぼ丸1年経ってそのインパクトが残ってるんですね。もうありそうでない、スープ、麺もね、チャーシューも全てにおいて本当にバランスのね取れたさっぱりとしていて、コクがあってね、インパクトのある一杯に仕上がりました。はい、続きまして2位を発表いたします。2位はこちらになります。麺どころボタン宇都宮本店さんのですね、強気醤油ラーメン、これね、本当にインパクトある麺だったですね。まずね、スープは宇都宮市内でですね一
一番こう自分の知ってる中ではドロドロ系、本当にあのドロドロでインパクトあるスープですね。で、まあ、ただまああのドロドロだけじゃなくて、本当あのもう豚骨であったりですね、野菜であったり、そういったもう深い、コクをね、もう非常にこう味に、丸みがある、そういった印象なんですよ。本当にインパクトがある、スープ。そして、麺もね、もう絶妙なんですよね。もう本当に、まあ、到底素人にはね、真似できない、コシのツルツル加減なんですよ。で、チャーシューも本当にちょっと半生みたいなやつとね、もうこだ2種類のチャーシューでこだわりがあって、麺も、もう全てにおいて、本当に素晴らしい、ラーメンでした。はい、お待たせいたしました。今年のですね、流行る1位を発表いたします。2014年、サロメラーメンランキング、第1位はこちらです。のウーロンエビラーメン、こちらですね、まあ、2012年かな、あのランキングにもね2位として内モンゴル岩塩ラーメンにね、入ってますけど、こちらのね、もうまずですねスープね、スープがねもうやられました。いろんなね、店でねエビをモチーフとしたラーメンっていうの出てますけどね、もうここのエビ、のラーメン、もう群を抜いてます。エビのね、本当私エビ大好きなんですけどね、エビの香り、であったり、甘みであったりね、そういったものがねもうふんだんにこう来る、バンバン来るスープ、これはね本当に絶品としか言いようがないですね。もう本当に、スープ一滴も残すのがもったいないぐらい美味しい、絶品のスープ。それでも麺ももう相変わらずの素晴らしい、文句のつけようのないですね、麺最高の麺、そしてねこのエビね、エビもねあのカラッと揚げたものがね乗ってるんですけどね、それがもう表面がねサクサクで中がプリプリでね、本当に素晴らしいインパクトのあるラーメンですね。まあ私、まあ、ラーメンネタを、まあ、ブログに上げまして、5年目になりますけど、評価5点をつけたっていうのは今回初めてですね。そのぐらいおすすめでした。はい、そんなわけでですね、今年も2014年サロメラーメンランキングを、まあ、独断と偏見になってしまいましてね、申し訳ないんですけれども上げさせていただきました。皆さんもね、ラーメン好きの方、美味しいラーメン食べたのかなと思います。こんな調子でですね来年もラーメンをね食べていきたいと思います。今年もですね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。来年もですね、まあ、ラーメン、筋トレ、登山、その辺のネタでですね行かせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年を。